続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は10月は食品ロス削減月間と題してお送りします。スタジオには清掃リサイクル推進課の宮崎さんにお越しいただいています。宮崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10月は食品ロス削減月間です。食べられるのに捨てられてしまう食品ロス、 SDGs への関心の高まりとともに食品ロス削減に向けた取り組みが盛んに行われていますよね。はい、そこで突然ですが中山さんに問題です。令和4年度に日本で出された食品ロスはおよそ472万トンありましたが、この食品ロスを発生させるのは事業者と家庭どちらの方が多いでしょうか。1、事業者が多い。2、家庭が多い。3、ほぼ同じ。そうですね、でも数が多そうなので1番の事業者が多いではないでしょうか。中山さん、残念、不正解です。正解は3のほぼ同じなんです。そうなんですね、意外です。家庭からも多くの食品ロスが発生しているんですね。はい、今回は食品ロス削減に向けて一人一人ができることや荒川区が実践している荒川もったいない大作戦の取り組み、そして区民の皆さんにご参加いただけるキャンペーンについてご紹介します。改めて食品ロスについて教えてください。はい、食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことで、例えば外食などで食べ残した料理やご家庭で消費期限や賞味期限が切れて捨てられてしまった食べ物のことを言います。家庭から出る食品ロスには大きく直接廃棄、食べ残し、過剰除去の3つがあります。直接廃棄は消費期限切れや賞味期限切れにより食事として使用・提供されずにそのまま廃棄されたもので、割合にすると家庭から出る食品ロスのおよそ4割を占めています。食べ残しは作りすぎなどで食べ残されてしまった料理のことで、こちらも家庭から出る食品ロスのおよそ4割を占めます。過剰除去は食べられる部分まで過剰に除去して廃棄することで野菜の皮を厚く剥くなどがその例です。直接廃棄、食べ残し、そして過剰除去、どれも生活の中で少し意識するだけで食品ロスを減らすことができそうですね。その通りです。買い物の際は事前に必要な食品を確認し、使う分だけ、食べきれる分だけ買うようにしてください。また料理も作りすぎず、しっかりと食べきりましょう。一人一人の日頃の小さな積み重ねが大事なんですね。はい、皆さんぜひ日々の暮らしの中で食品ロス削減を意識してください。続いては荒川もったいない大作戦から、あらもったいない協力店をご紹介いただきます。はい、荒川区ではゴミの減量、食品ロスの削減のために荒川もったいない大作戦を展開しています。その中で食品ロスを減らす取り組みを実施している店舗をあらもったいない協力店として登録し、事業者と共同で食品ロス削減に取り組んでいます。もったいない協力店は現在何店舗ありますか？令和6年8月現在151店舗が登録しています。今回あらもったいない協力店に登録している2つのお店を取材してきましたので、こちらをご覧ください。
荒川一丁目千手観音沿いにあるパウンド屋。障害のある方が誇りを持って働くお店として真心込めたお菓子作りを行っています。パウンド屋では次の4つの取り組みを行っています。パウンド屋は障害のある方が誇りを持って働くお店として毎日一つ一つ真心込めたお菓子作りを行っています。事業系食品ロスと言われている規格外品、売れ残り、作りすぎを出さない丁寧な商品作りで環境にも人にも優しい、大切にできるお店作りを目指していきます。皆様のご来店を心よりお待ちしております。荒川区役所の地下にあるレストランさくら。お昼の時間は荒川区の職員や区役所を訪れた方など多くの方でにぎわいます。レストランさくらでは次の4つの取り組みを行っています。レストランさくらは荒川区役所地下1階にある職員食堂です。職員以外の方もご利用いただけます。ランチは日替わり定食が4種類、その他カレーライス、ラーメン、日本そばなどのメニューをご用意しております。券売機前にある子守札を食券と一緒に渡していただければ定食のご飯を小盛りにするなど食品ロス削減に関する取り組みにも力を入れております。また区が実施している食品ロス削減月間キャンペーンにも参加しております。ぜひ区役所にお越しの際には当店をご利用ください。お待ちしております。最後は現在開催中の食品ロス削減月間キャンペーンのお知らせです。今年はどんなキャンペーンを展開しているんですか？はい、区民の皆さんが楽しみながら食品ロス削減に取り組めるよう4つのキャンペーンを展開しています。まずはあらもったいないクイズキャンペーンです。食品ロスに関するクイズに答えると抽選で素敵な参加特典が当たります。今年は難問コースも用意しています。クイズが3問出題されますので全問正解目指して挑戦してみてください。続いてのキャンペーンは食品ロス削減ミッションです。食品ロスを防ぐためには賞味期限と消費期限の正しい理解が大切です。身近な食品ロス削減をしてミッションクリアを目指してください。参加者には抽選で参加特典をお送りします。3つ目のキャンペーンはみんなの食品ロスゼロアクションです。皆さんが食品ロスを減らすために取り組んでいることを写真を撮って教えてください。抽選で参加特典をお送りします。4つ目のキャンペーンはレッツゴー協力店です。先ほどご紹介したあらもったいない協力店のうちキャンペーン参加店舗で配布している応募はがきのアンケートに回答すると抽選で参加特典が当たります。いずれのキャンペーンも対象は区内在住・在勤・在学の方で
開催期間は10月31日までです。この機会にキャンペーンに参加して食品ロス削減に取り組みましょう。多くの皆さんに参加してもらいたいですね。この食品ロスについて学ぶ機会は何かありますか？はい、食品ロス削減月間パネル展を荒川区役所1階区民ギャラリーと結の森荒川2階学びラウンジで開催します。食品ロスに関するパネルを展示しますので、ご家庭での取り組みの参考にしてください。それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。食品ロスは一人一人の取り組みが大切です。キャンペーン参加を機会に楽しみながら食品ロス削減について考えていただけると嬉しいです。今回の荒川区行政ナビは、10月は食品ロス削減月間と題してお送りしました。宮崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。